回はですね、ガイドブックに載っていない台北のおすすめ写真スポットということでご紹介したいと思います。梅子と週末台湾、一緒に行こう。こんばんは、週末台湾梅子です。最近ガイドブックを買う必要性って少なくなってきていると思いませんか？例えばこれなんですけども、2ヶ月に1回は台湾行ってて、それが3年ぐらい続いているので、まあ、少なくとも20回ぐらいは台湾行ってるんですけれども、ガイドブック1年に1回ぐらいしか買わないんですよね。基本的にガイドブックっていうのは、いつどこで何があるのかっていうのが載っていると思うんですよ。例えばこういうのだったら、美味しい小籠包のお店、マンゴーのかき氷、マッサージ店はここです。占いとか、パスポートの書き方、両替の仕方、電車の乗り方とかすごく書いてますよね。もちろん私が大好きな変身写真館の広告も載ってますよ。でもですね、最近なんでガイドブックを買う必要がなくなってきたのかなって思うんですけど、個人が発信する時代になってきて、ブログとかインスタとかでみんな結構載せるじゃないですか、インターネットに。そういうのを見て、口コミとかでいいなって思ったらそこに行ったりしますよね。正直ググれば欲しい情報がすぐに何でも、大体の情報が手に入る時代になったかなと思います。しかもタダで、で持ち運びもいらないし、すごい便利なので、そういう意味ではガイドブックの価値っていうのは下がってきている。私、日本のガイドブックをディスってるわけじゃなくて、日本のガイドブックってめちゃめちゃ優秀なんですよ、本当に。私、学生時代に2ヶ月間アメリカに留学っていうか、ちょっと遊びに行ってたんですけど、その時にアメリカの本屋さんでガイドブックコーナーに行ったんですけど、アメリカのガイドブックってどうなのか知ってる？全然写真とか載ってなくて、文章だけ。なんかこんなんで行きたいとか思うのかなってすごい疑問だったんですよね。ガイドブックってそんな今でも変わってないんじゃないかなと思います。当時から日本のガイドブックってすごく良くて、写真もいっぱいついてるし、日本のガイドブック分かりやすい。そもそも日本のガイドブックって情報がすごく詳細なんですよね。場所とかお店の営業時間が何時から何時までで、電話番号ここですよと、人気のメニューはこれですよとかまで教えてくれるじゃないですか。例えば、2泊3日だったらこう行ってここ行ってここ行けばいいよとか、あと2回目の台湾だったらこことこことここを巡ったらいいよとか、本当に時間がない人はこれとこれだけ押さえとけよみたいな、なんか攻略法みたいな、とりあえずここ回っとけみたいな。だいたい日本人って定番好きなので、みんな回るとこ一緒なんですよね。私めちゃめちゃ日本人なんで、すごい気持ちわかるんですよね。日本人って心配性というか、神経質な人、海外ってどんな感じなんだろうみたいな、心配だっていう人が多いんじゃないかなと思う。だからガイドブックが発達したんじゃないかなと思うんですよね。ではですよ、ガイドブックに載っていない情報ってなんだろう。それってやっぱリアルな体験だと思うんですよ。ガイドブックに載ってる、例えばここのすごい良かったですってここに書いてても、なんか若干その当然企業がお金を払って広告を出してるので、リアルな感じがないじゃないですか。それより私とかがこの全然別にお金ももらってないのに、この写真館いいですよって言ってる方がリアルな感じがするじゃないですか。体験談にリアル感がないんですよね。あとやっぱニッチな情報って載ってないんですよね。ちょっとマニアな人に対してはそういう情報っていうのはガイドブックには載っていないですよね。私が配信できることってなんだろうっていうと、私が大好きな写真館のリアルな体験、大好きなここの写真館おすすめですよとか、ここのメイクさんめっちゃいいですよとか、あともう一つは撮ってきた写真、カメラが好きで趣味でやってるよっていう人が結構多いと思うんですね。結構一眼レフとかぶら下げて旅行に来てる人結構多いですよね。現地の台湾のプロのカメラマンがポートレートの写真を撮ると、どういう風に撮るのかっていうのは、こう私が一応お伝えできることかなと思います。場所はですね、火山というところをご紹介します。
火山というところはですね、台湾でも結構人気なスポットで、みんなで来て、まあデートとか友達と同士で来て遊ぶような場所なんですけど、やっぱ結構写真映えするんですよ。台湾人の人って写真大好きなんで、お互いを撮り合ったりとかするんですよね。ほんと女の子とか普通一緒に撮るじゃないですか、女の子同士。まあ日本人だったら女の子普通に撮るぐらいかなって感じなんですけど、もう一人一人お互いを撮って、でも、もうモデルですかみたいなぐらいの、例えばデートとかでも、もう男の子がひたすら彼女の写真を撮りまくるみたいなデートが結構見られるんですよね。そんなんないですよ、日本じゃ絶対に見られない。そもそもなんか日本の男性って写真嫌い、俺写真嫌いだからとか、デート中もなんか2人で撮ろうとかしてもちょっと嫌がったり、ましてや女の子だけを綺麗に撮るっていうのって進んでやってくれる男子いますか？いなくないですか？私いてほしいんですけど、彼女をお姫様かのように扱ってくれるのが結構台湾男子なんですよ。デート中も2人の写真を撮るっていうより、彼女を綺麗に撮るっていうのがデートの行為なんですね。それすっごい羨ましくて、めっちゃいいじゃんって思いながら見てるんですけど、いいな。今回ご紹介した火山というところなんですけれども、普通に行く分にもすごいおしゃれスポットだし、カメラを持って写真を撮りに行くにもすごくおしゃれスポットだと思います。台湾に行く機会があったら行ってみてください。あ、そういえば、もしこれが良かったらグッドボタンが多ければ、次は9分とかもやってみたいなと思います。またねー。